お父さんのための野球教室の桜井です。今日は笹岡さんとの対談ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は一日どうもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今回の、DVD ディスクっていうのが、大きくでいくと3つのプログラムに、分かれます。で、1つ目の、フォームの基本、キャッチボールなんですけども、ここの、説明を聞いていて、今までの気持ちが晴れたというか、笹岡さんも今までずっとテレビで見てて、はい、豪快なんだけども非常に繊細なっていうイメージがあったんですね。はい、で、豪快というのはこのスピードなんかもそうなんですけど、あともう一つ繊細の部分がもう一つ分からなくて、で、今日笹岡さんの、このディスク1を聞いてて、その繊細の部分が見えてきました。で、非常にそのコンパクトに投げるっていうのをテーマに、されているのかなというふうに感じたんですけど、その辺は、そうですね。だから、まあ、僕プロ入ったのが22の時に入りまして、はい、その時は本当に、まあ、豪快というイメージだと思うんですよ。はい、まあ、フォームを気にせずというか、もう本当に、まあ、無茶投げではないんですけど、はい、やはりスピードボールで、三振を取りに行くっていうピッチングをしてたわけですよね。はい、で、それは若い頃にはずっと通用してくるわけですよね。だから体も強い、はい、関心も強く、関心を、まあ、しっかり投げるという、関心で飛び跳ねるように投げる、はい、力で、力でねじ伏せるっていう気持ちはずっと若い頃ありましたし、はい、まあ、それがやっぱり勝てなくなる、やっぱりそれがずっと20代の頃の体とやはり30代になった時の体っていうのはね、はい、やっぱり違ってくるわけであって、じゃあどこでじゃあチェンジしないといけないか、はい、っていうところで、まあ、本当私の場合は31歳の時が転機が来たということで、はい、まあ、自分でトレーニングコーチという一人の人に専属をつけてですね、はい、まあ、その人が今までといいように150キロ近く投げるフォームで行くのか、はい、まあ、40まで、やっぱ140キロでも、そのバッターからして見て、140でないスピードボールに見せられる、打ちづらいフォームにして、そして長い、まあ、プロ野球生活に長く投げるのをどっちを取るかと、という選択から始まって、で、最終的にその先行者ですか。だから、まあ、トレーニングとかいろいろしましたけど、そういう中で、モデルチェンジというかね。その年にの人のなんですか。そうなんですよね。だから99年からそういう取り組んできて、ノーヒットノーランもし、そしてまた、15勝というね、勝ちも増えた、まあ、本当そのフォームにした、まあ、だからモデルチェンジ、フォームを変えたといってもおそらく見た目は分からないと思うんですけど、ものすごく変わったというわけではなく、まあ、それでもやっぱり、細かいところをね、変えていったというのがね、99年でしたね。その人は記憶にかなり記憶に新しいというかですけど、やっぱり今日の、説明の中でやっぱり狭い空間で投げるっていう言葉が出てきたんですけども、はい、狭い空間で投げる時のこのイメージっていうのがやっぱあるもんなんですかね。狭い空間、だからやっぱりその手だと思うんですよね。はい、結局手が開くと開くなる、まあ、こういう、狭いところでいかに投げれるかという、まあ、イメージですよね。だからこの狭いところを投げることは近く投げないといけない、はい、まあ、そういうイメージを持って、この絵がこの辺にあるような、まあ、そうですよね。だからこういうところを投げるんだと、まあ、だから、まあ、野手もそうだと思うんですよ。はい、だから、まあ、こう5人ぐらい並んでて、やはりサードからファーストへ投げて、ファーストが取りやすい球、取りにくい選手、ボールっていうのがあると思うんですよ。だからしっかり体がこっちに向いてファーストに向かって投げてくれれば、おそらくファーストも取りやすいと思うんですよ。それが、まあ、こんな投げ方したりとか、体はこっち向いてるけどこうやって投げてきたったら、ファーストを見てて、あっち投げるんかなと思ったらこっち来たっていう、取りにくいです、取りにくいボールもあると思うんですよ。それは取りにくいイコールブレる可能性も高いという、だからこそしっかりと体を入れて狭い空間に投げれば、野手でもしっかりとってここに
半身にすぐ戻してそのまま投げれば、はい、おそらくファーストとか、まあ、外野だったらバックホーム、まあ、内野に返す球でも、はい、コントロールがしっかりできると思うんです、うん、それがこんな投げ方とか、まあ、こんな投げ方とかするからこそブレると思うんですよね、うん、なるほど。自分もあの現役時代にどうしてもこう肩が入ってしまうとか力んだ時に肩が入ってしまう時に笹岡さんの投げ方をイメージしてイメージすると綺麗なフォームというかまっすぐ体がいくんですよね、はい、であんまり笹岡なんてあのこう入ってグッと入ることってあんまりないですよね、あの見ててね、はい、そのなんていうのかなコツみたいなんてありますか。だからまあピッチングで言ったように肩は入らないけどでも下半身は入れてるんですよね、うんうん、下半身と肩を一緒にいたら同じことなんで、はい、だからその135度っていうのはこの下半身は135度だけど肩は掘り入ってはいけない、うん、入ったらまた同じようにで開いてしまう、はい、だから肩を開くな肩を開くなで開かないでこうしてたら同じように出るとき開いてしまうから、うん、肩は平行でこの左足の股関節というのは下は135度入ってると思うんですよ。それを感じられてこう入る人がいると思うんですけどね、うん、なるほど。 そういうことであの、まあ、あのこの後また出てくるんですけどそういう意味でこの股関節の柔軟性というか、はい、トレーニングというのが大切になってくるのかな、まあ、そうですよね。やはり下を使うということは下が使うということはこのももじゃなくて、はい、股関節を動かさないと下は使えないし動かないと思うんですよね、はい。だからまあモデルさんに投げてもらった下を使ってうまく使うと上が最後ついてくるっていうイメージで、はい、だから上をしっかり投げよう振ろう振ろうであれば上ばっかりになるわけでしょ、はい、なので下をうまく回せば上は全然ついてくる、うん、でそのついてきた中でまあ力強く 振れるかどうかの問題で、はい、最初にやっぱり上だけをいってしまうじゃなくて下というイメージ、ね、やっぱり股関節が動かないとやっぱり使えないし、はい、どうしてもそうですよね。あの指導者が子供を教える時って上を意識させてしまうというか上を触ってしまうパターンが多いんですけど、はい、やっぱり下半身ですね。下半身そうですよね、うん、でもバットもそうだと思うんですよね。上だけでいくとその、ね、下を回すことによって上についてくる、はい、下からで遠くへ飛ばせる、はい、だと思いますし、はい、